Buongiorno, signori, buongiorno, signora. Buongiorno, italiani, gentile. Mi chiamo quindici generazioni di Raku, Kichizaemon, Raku Jikinyu. Raku è mio nome di famiglia, cognome. Jikinyu è nome personale. Io lavoro in ceramica Raku, fatto una tazza di tè, però molto speciale, tazza per usare cerimonial di tè. Mia famiglia continua di 400 anni fa, primo generazione si chiama Chojiro. Quasi stessi anni di Michelangelo, così molto vecchio. Dopo prima generazione, mia famiglia continua, stesso lavoro fatto a tazza di tè. Io ho 15 generazioni. Adesso è molto piacere di parlare a voi, Istituto Cultura Italiano a Osaka, mi dà occasione di parlare così. Mio lingua italiano molto brutta. Io sono stato 2 anni a Italia, a Roma. Quasi 40 anni fa, 1970, così. 2 anni sono abitato a Roma, allora meglio, più bene lingua italiana, però io sono molto pigro, non studio bene la lingua italiana. Sa te, allora qui giapponese, さて、まずイタリアに2年いましたけれども、なぜイタリアに行ったのかって、いうことをよく聞かれます。その頃私は大学生でした。大学生、ユニベルスタディベレアルテディ東京。彫刻家、スクルトゥーラ、ファクルタスクルトゥーラ。そして、1970年に初めてヨーロッパに行って、その時はいろいろフランスから始まって、スペイン、そして最後は、イタリアに行きました。その時に、卒業したらイタリアに来ようって、思いました。ちょうど3年生の時でしたかね。自分の家、今、最初に少しお話しして、ご理解できましたでしょうかね。僕のひどい、ブルッタイタリア、あ、ひどい、イタリア語で、ご理解できたかどうか、ちょっと心細いんですけど、自分の家はずっと400年間、その茶碗を作り続けた家なんですね。そして、その子供、は誰か、その後を継がなきゃいけない。デスティーノですね。僕の運命ですね。宿命みたいなものがあります。自分は兄弟は、男の兄弟はいませんから、僕一人がその責任を、負っているわけですね。小さい時からとても、それについて悩みました。自分が決心して、自分が、自分の意思で、人生をつかみ取るということよりも先に、家の宿命が自分の人生の前に、レールのように引かれているっていうことを、とても抵抗を感じました。やっぱり人生は自分で選びなきゃって。そういうふうに、小さい頃からですね、もうそれこそ、小学生、中学生ぐらいから、そういうことを考えましたね。
ですごく反抗をしました。家の仕事も、特にこうボイコットしたり、それから茶の湯というティーセレモニーですね、テレモニアルテーについても、練習をすることも一切しませんでした。近づくこともしませんでした。そして大学は、彫刻家を選びました。ここにも僕の抵抗があるんでしょうね。焼き物を作るチェラミストの家ですから、陶芸家に、進むところを僕は、彫刻家に進んだ。まあ、1960年の終わりぐらいですね。そして日本文化にもですね、できるだけ距離を置いていました。そして読む本って言ったら、やっぱりフランスの本とか小説とか、イタリアもモラビアとか読みましたね。哲学の本も少し読みました。サルトルだとかカミューとか、まあ実存主義的な本も随分たくさん読み漁りましたね。でもあまり日本の文学を読まなかったな。だからできるだけ日本の伝統的な世界に、触れようとしない。ボイコットをして、もちろんそれは嫌いではないんですけど。でも、今そこに近づくと自分の意志をなくして、その惹かれた自分の運命にこういつの間にかこう従ってしまうようなそういう危機感っていうのかな、そういうものを強く感じたもんですから非常にこう、距離を置いていました。まあ、そういう中で大学生活をずっと送ったんですけれども、70年という世代は1970年というのは、まあ、非常にまあ、混沌としていて、同時に、まあ、若者がとても元気のある時代ですね。ある意味で。ある意味でですよ。学生の運動も激しかったし、あるいは、まあ、ドロップアウトしていく人たちも結構いましたね。まあ、ヒッピーって言われる人たちですかね。僕は両方ともしてましたんで。髪の毛もこう長くてね。学生運動にも少し関わりましたし。そして70年になって、まあご存知の通り、日本のそういう学生運動も、世界の学生運動もそうでしょうけれども、まあ、崩れていく。あらぬ方向に行ってしまう。まあそういうところで離れていくんですね。で、そして70年に初めて、自分はリックを担いで、今でいうバックパッカーですね。ヨーロッパを放浪して、そして最後はイタリアに行きましたね。まあ、イタリアではいろんな人との出会いもありましたし、そして卒業したらイタリアに行こうっていうふうにその時少しを、まあ、決心ほど強くはありませんけれども、そのように思いました。まあ卒業したらイタリアに行こうっていうのはどういうことかっていうと、簡単に言えば、逃亡ですね。スカッパーレですね。スカッパーレビア。ダジャポーネ。逃亡ですね。そのまま、京都の、まあ、家は京都にあるんですけれども、その京都の家に帰ると、周りのその、事情からずっと自分の意思をなくしながら、こう、後を継いでしまいそうな、かといって自分は何をすべきかっていう決心もできないような、そういう中途半端な時代でしたから、卒業したらもうすぐに、イタリアに行きました。そしてローマに、2年、住むことになりました。なぜイタリアに、を選んだのかっていうのは、その時はですね、まあもちろんフランスでも良かったかもしれないし、でもね、やっぱり僕彫刻を勉強してたでしょ。で、やっぱりその当時彫刻っていうと、やっぱりイタリアなんですよね。マリノ・マリーニがいたり、ファッツィーニがいたり、それからグレコがいたり、マンズがいたり。まあ本当にすごい巨匠たちが、活躍していて、まあ、それに非常に憧れました。マリーニも僕は好きでしたし、
マンズも好きだけども、ちょっとこう、なんていうかな、ロマンティックかな。マリーにはとても構築的な力強さがありましたし、そういうものには、まあ、慣れ親しんでいましたから、あ、やっぱりダリアだよねっていう、その程度のことなのです。そして、卒業、まあ実際には僕は、大学を1年留年していて、ちょうど70年の後に、留年をして3年生を2回やったんですよね。そしてもう本当に反抗的な青年でしたからね、卒業式も、出なかったな。でそのままもう卒業式のすぐ後ぐらいにはもうイタリアのローマにいましたね、ローマで何をしてたかって言われるのが一番なんていうのかな、説明するのが難しいのです、僕にとって。一応、めんどくさいから。めんどくさいから、アカデミア・ベルアルティディ・ローマに、彫刻を勉強しまし、指示してましたって言うんですけど、本当はそうじゃないんですよね。本当は何をしてたかな。旅をしましたね。随分たくさんの旅行をしました。それから本を読みました。それから現代音楽のそのコンサートに行きました。例えばスポレートの音楽祭なんかにも行きました。それから映画を見ました。イタリアは映画の国なんですね。イタリア映画もとっても好きです、僕は。あとでまたちょっとそれについて触れるかもしれませんけど、とっても好きです。そしてイタリア人はとても映画をよく知っています。研究しています。そういうことも驚きましたね。そういった様々なイタリアの魅力っていうものも、実は、イタリアに行ってから、知ったことなのですね。自分はローマで、チェントローに本当は住みたかったんですけれども、チェントローはとても家賃が高くて、外ですね、城壁の、ローマの城壁の南の方の外の、ちょうど、あれは何だろうかな、サンジョバンニから、ポルタリサンジョバンニですかね、あれ。サンジョバンニから出たところの、ビアスペーツィアっていう通りがあって、そして少し東の方に行くとローマの水道の遺構があって、その前の、小さなアパートに、住んでいました。とても気に入ってましたよ。窓を開けるとローマの水道が見えて静かだし、まあチェントロはチェントロで素晴らしいんだけども、ちょっと騒がしいね。でも、そこはとても静かなとこでした。たくさん、まあ、アカデミアに通ったって言いますけど、2ヶ月ぐらいだったかな。僕はその頃、彫刻の表現というものにとても自分自身のですよ。自分自身の彫刻の表現というものに、とても懐疑的な時代でした。懐疑的な気持ちを、抱いていました。表現っていうのが一体何なんだろうか。そして自己の表現ですね。自己表現っていうものを一体どういうふうに、考えたらいいんだろうかっていうふうに、常にこう自分に問いかけていました。自分にとって本当にそれが自己表現なんだろうかって。まあ、例えば、まあ、イタリアのその当時の彫刻はレアリズムですから、一応今のように現代美術、あるいは抽象ももちろんありましたけれども、アブストラクトもありましたけれども、基本的には、人体を、基本にした、作品、傾向がありますね。でも僕もそのようにして、東京の芸術大学、では人体を、
疑いもせず人体を作る。それが当たり前のように、思って1、2年生を過ごしたんですけど、ふと、疑問に思ったんですね。なぜ人体を作るんだろうって。そこがね、うん、やっぱり日本とヨーロッパの違いなんだ。ヨーロッパの人、イタリアの方とそのことについて議論したことはないんです。というのは僕のイタリア語は そんな実力は全くないので、そういう議論ができなかったんだけども、やっぱりそのギリシャローマから始まるその、ヨーロッパ、特にその中心ですね、チェントルに、ずっとこう、まあ、チェントルを貫いてきたイタリア、の人に尋ねれば、また違った答えがあるかもしれない。でも日本の文化の中では、我々のこう血の中に流れている日本の文化の中では、人体っていう表現は仏像なんですよね。やっぱりレアリズムではない。もちろん、レアリズムではない、そういう、仏像という世界しかほとんどないですよね。時々、ブッディストの、少しこう、レアリスティックな、彫像なんかもありますけれども、それは非常に少ないものです。だから文化の違いっていうこともきっとあるんでしょうね。だから僕は人体を自分が作るっていうことに、なんか、理由が見つからなくなっちゃった。で、それで作れなくなったんですね。それはもう2年生ぐらいから作品が作れなくなった。ちょっと辛いですね。そして自分の感性っていうのか自分の考え方そのものに疑問を持ち始めた。本当にこれが自分の作りたいものなのか、本当にこの作品を見て美しいと思っているのか、本当にそこの美を自分は感じ取っているのか、ひょっとしてそれは過去から取った学習によって知識としてですよ、知識として知っているだけに過ぎないんじゃないかっていうふうに、思い始めました。いわゆる会議、自己会議ですね。会議の、まあ、泥沼の中っていうかな、会議の海の中に、沈んでいるようなもんでした。そうすると何を見てもこう、うん、自分を会議してしまう。素晴らしいものを見ても、本当に僕はそれを素晴らしいと思ってるんだろうかってこう会議をしてしまうんですね。そういう時代を過ごしてきたわけです。そしてローマに行って、アカデミーに入ってマストレアニ教授のところを選んだんですけど、それは日本人が少ないっていう理由と、それからやっぱり抽象をなさっているということもあって選んだんだけども、なんかこう、やっぱり違う、自分の求めているものとは違う気がしたんですね。そしてその教室にもう2ヶ月ぐらいで通わなくなってしまいましたね。まあ、有り余る時間の中で、様々なことをしていた。その様々なことがどういうことだったんですかって聞かれると本当に説明しようがないです。でもね、それはね、説明、何々を勉強しました。イタリアの法律を私は勉強しました。私はイタリアのデザインを勉強しました。彫刻を勉強しました。っていうことよりもですね、もっと重要なことを僕は経験してきたような気がするんですね。それは自分の体、自分の感性、自分の思想の一番こう、なんていうか、基礎になっていること。まあ、コンピューターで言えば OS ですよね。自分の頭の中を回転している、頭脳の、OS。そのものにこう直接響いてくるものですね。それを僕はとても強く感じました。そこがね、ひょっとして他の国ではね、そこまで強く、訴えかけてこないかったかもしれない。それぐらいにね、イタリアは文化っていうのかな、そういう強烈なその迫ってくるような、なんていうのかな、エネルギーがあるような気がするんですよ。で、それはね、街をね歩いていてもそうですね。
まあ、ローマはね、自分にとってはね、好きですけれども、居心地が決していい街ではなかったかもしれない。なぜなら、ものすごくこう、自分に内向的に会議してるわけですから、その会議の、まあ、縁、会議のこう、海の中にこう、自分がこう、溺れそうになっているときに、こう、賑やかさっていうのかな、なんていうか、激しさっていうのかしら。街そのものが非常にこう、エキサイティングですよね。そして自己主張も強いし、そういう中で 失礼。そういう中でとても、いい、好きなものもあるし、ちょっと時々街に出るのがちょっと辛いよねって思う時もありました。まあ、イタリアを普通、人に聞きますとですね、やっぱり感性っていうのかな、感覚の素晴らしさっていうことをまず第一に挙げるかな。あ、すごいですよね、イタリアのデザインって。まあ、その通りですよ。インダストリアルから、工業デザインから、まあ、家具とか、そういうもの、あるいは、まあ、絵画におけるデザイン性っていうのは、やっぱりイタリアの人っていうのは、本当に感覚的にすごいんだろうと思います。着ているもの一つも、僕はまあ黒となんかこんな色でしょ？この後、継ぎ当たってる。そう、だけど、イタリアの人っての本当に色をこう使うのもものすごく上手だし、感覚的です。まあそれは本当にその通りだと思いますよ。一般的なその外の人のか、人の、外の人、外国人から見た目で、イタリア人は確かに非常に感覚的に鋭い、ものを持っている。でもね、僕はそれだけではないような気がしたんですね、イタリアの2年間の中で。何も感覚的ばっかりじゃない。それはあるんだけども、論理的でもあるって僕は思ったんです。それはね、イタリアっていうのはね、言葉の国ですよ。言葉っていうのは論理を形成する、まあ、ツールですよね。その言葉の国ですね。どうしても言葉に表したくなる。国民性っていうのかな。そういうものを持ってる。言葉をとても大事にもするし、非常にこう大胆にも使いますね。言葉のデザインっていうのかしらね。単なる色のデザイン、形のデザインじゃなくて言葉のデザインっていうものも非常にこう鋭い、強いものを持っています。で、僕は当時、まあ、今申し上げたように自己会議に陥ってましたから、言葉っていうものを失っていたんですよね、ほとんどね。まあ、それがちょっとぐらい僕の言い訳で、イタリア語が、ピーグロの上に、僕自身の性格として、その時の性格として、言葉を失っていて、ほとんど喋らない青年だったんですよね。無口で。あ、言葉なんだな、論理なんだなって思いました。それはもう本当に、やっぱりそういう、ヨーロッパってやっぱりそうなんですよね。そして、そのヨーロッパのチェントロを、歴史のチェントロをイタリアがこう歩いてきた。そして今もそれを引き継いでいるっていうことですね。それはいろんなことがあります。いろんな時代で。例えば、カントやヘーゲルの時代は、ドイツが非常にこう活発だったし、あるいはメルロポンティとか、現代その哲学、物理学なんかではフランスが非常にこうリードをしましたし、いろいろなこう時代のその浮き沈みはありますけれども、でもやっぱりその国民としてね、国民性として、人間として、やっぱりそこに論理性っていうものを貫いてきたっていうイタリアがある。その二つが論理と、なんていうのかな、感覚ですね。デザイン、感覚。そういったものを両方兼ね合わせて、それが非常に強い、バイブレーションを持って、こう、人々の心の中っていうかな、人々を形成している。人々の、考え方、感じ方を形成している。
まあ、そこがね、イタリアのやっぱり強いところじゃないかなっていうふうに思うんです。まあ、他の国とあんまり比較するとね、他の国を貶めたりするようなことになるから、それは慎みますけれども、まあ、それ、まあ、うん、特にそうですね。うん、イタリアはそういうふうに思います。まあ、僕はいろんな啓示を受けましたよ。例えば、ローマ、イタリアって太陽がすごくこう、うん、強い。光がとても強いんですね。光が強いっていうことは、非常にその、対役の概念で、影が非常にはっきりしている。つまり光と影が二つにパチッと二分化される。これもね、本当に日本ではあんまりこう、それを強く感じることはない。もちろんその光と影は日本にもあるんですけれど。日本にはぼんやりしたその中間地点があるんですね。中間地帯がある。でもイタリアはローマ歩いてるとですね、もうギラギラ、石畳のその上をですね、熱、まるで本当に鉄板のように熱した、太陽が当たっていて、そして塀沿いの影に入ると、少しひんやりして、まさにその、明と暗、光と影。もう少し言うと、イエスかノーかっていう、相対的なその世界観っていうのが、風景の中にさえ見られる。街を歩いててもそれを常に感じる。決して日本が懐かしいと思ったことはないですけれども、でも、我々日本人はもうすでにその、長い時間西洋の文化を取り入れて、国を形成してきたわけですよね。で、テクノロジーにおいても、様々な、生活の周りの生活条件においても、もう西洋ともちろん変わらない、生活を送っている。いつの間にか日本人であるってことを忘れてしまっている。東洋であるってことも忘れてしまっているような、そういう錯覚にさえ陥る。でも、イタリアに行くと、その光と影、明か暗か、イエスかノーか、存在してるのか存在してないのかっていう、その相対的なぶつかり合いですね。相対的な世界が、ぶつかっていて、それがこう組み合わされて、まあ、世界全体が構築されているっていう、まさに西洋のその貫いてきた、哲学もそうだし、アートもそうだし、その基本そのものがですね、自分にこう突き刺さるように、感じられて、逆にですね、何を感じたかって言ったら、僕は日本人なんだって。イタリア人と同じような格好をして、ちょっとばかりその、かっこいい服装はあまりしなかったな。汚い格好、今でもそうですけど、汚い格好して歩いてましたけどね。でも、イタリア人とは違う、ヨーロッパの人たちとはやっぱり違うんだっていうことを、ひしひしと感じた。自分のこう身体、自分のか、あた、えー、ず、考え、すべてを通して、自分自身との差異ですね。イタリアと、私自身、私自身の中の日本的な部分との差異をすごく感じました。それはね、一番僕はイタリアに行って大きかったことですね。まあ、スイスに行って山を見ていたら、まあ、それはまた違ったことになるか、なったかもしれない。やっぱりイタリアっていうのはね、そういう点がすごいんです。やっぱり感性と感覚的な部分と論理的な部分が非常にこう、はっきり結びついている。そしてイタリア人は時にその感覚的な部分を自分の中から取り出して花を開かせる。時に論理的な部分を、取り出して人々と、もう本当にもう激論をする。そういう二つの目を持ってるっていうことがとても重要なことのように思います。それが僕はイタリアでまず学んだことの大きな、まあ、学んだことの、一つでもありますね。
日本とイタリアの違いっていうのは、やっぱりそこにやっぱり大きな、違い、差異があります。日本っていうのは論理っていうのが、こうイタリアほどにですね、しっかりと構築されていないっていうのかな。もうちょっとあやふやなんですね。いい加減といえばいい加減です。あるいはイエスかノーという一つの相対的な、まあ、絶対的な、こう、部分、二つの絶対的な部分がぶつかり合ってるんだけども、その間にどっちでもないよねっていう、その干渉部分が日本人の中に、ある。で、その干渉部分こそが日本人はとても大事にしている部分なんですね。日本の古いその伝統文化の中の、例えば和歌なんかも、俳句なんかでもね、短い言葉でパッパッパってこう、五七五とかね、五文字の音節ですね。イタリア語と日本語とても似てるのは、母音が非常に強いってことですよ。で、それでも非常に親近感があるんですけどね。その言葉が5つの、音で、成り立っている。で、次は7つ。で、次はまた5、7、5ですか、5つ。だから本当に文字数、単語の文字数にしたら本当にこう短いんですね。その短い言葉をつなげてですね、一つの詩を表す。これはね、文字の中ではないんですよね。その文字と文字の間の部分にこそ、重要な伝えたいものがあるわけですよね。だから決して文字では表せない、そこにこう、空間、間がある。間の問題ですね、間。間ってよく最近、日本の文化で、文化のその重要な一つとして間っていうことを言いますけど、つまりそういうことですよ。イエスかノーかの間。言葉と言葉がつながっていて、その言葉と言葉の間に真実があるって考える。そういう文化なんですね。すごく揺らいでいます。こうだって言い切れないんですよね。私はこう思いますって言い切れない。私はこう思う。でもね。でもねがつくね。そして日本の言葉ってね、面白いのはね、論理的な言葉ってすごく少ないですよ。イタリア、ヨーロッパの言葉に比べれば。何が多いかっていうと、形容詞ですよ。形容詞はとても多い。まあ、その辺のところもね、面白いところですよね。いろんなことを形容する。一つのことを言いたいんだけども、これだっていう確信を持てないというのを確信というよりも、その確信はこうでもあるし、ああでもあるし、こういうふうでもあるよねっていう揺らぎの中にあるので、こうだっていうふうに言葉で断定するよりも、きっと日本語っていうのは、あ、このような感じだよね、このようだよね、でもこのようでもあるよねって言っておきながらまた否定して、いや、そうでもないよね。っていうような、こう、一つの確信があるとすれば、その周りをぐる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 こう、歩き回りながら、いろんな角度からこうだよね、こうだよね、こうだよね、いや、違うよね、こっちだ、こうだよね、なんて言って、結局何言ってるのかわからない。で、そういう文化にいるとですね、なんていうのかな、体系的な思想というのは、なかなかやっぱり育ちませんね。それは、ヨーロッパ文明と比べてみても、やっぱり、その通りだと思います。哲学っていうのは、ほとんどなんだろうね。日本の場合は、やっぱり仏教かね。神道は哲学というよりも、まあ、自然観、もう少しアニミスティックな自然観とつながっている、ものですけれども、思想という、まあ、西洋における思想というふうに、もし言えるものがあるとすれば、やっぱり仏教かな。
でもね、仏教もね、面白いですよね。まあ、あまり仏教の話すると、話が難しくなってしまって、何言ってんのか、この人何言ってんのか分かんないわって、きっとイタリアの方は、おっしゃるかもしれないから、あんまりこう、触れません。まあ、そういう論理性と非論理的な部分っていうのが日本の抱えている、部分ですね。そういう二つの世界を僕はその身をもって、イタリアで知ることができたっていうのが、一番大きなことじゃないかなと思います。光と闇っていうふうに象徴しますと、とてもね、この相対的な世界観というのは大切なんですよ。今は、ここの、これは茶室です。茶室。お茶、ティーセレモニー、チェレマリティーを行う、和風、日本の伝統的な空間ですね。で、今はこう、伝統をつけて、撮影のためにこう、ありますけど、まさに影がですね、パキッて、僕の手の影が、影、手の影。非常にもこう明確ですね。でも普段はもっとぼんやりしてるんですよ。で、そういう、違いが、確かにある。で、その相対的な世界観を、ぶつけ合いながら、どうしてもすれますよね。イエスかノーかですから。いや、私はイエスだ。私はノーだって、こう、すれ合う。そのすれ合ってる、そのすれ合いをどのようにまとめていくか。まあ、ドイツで言えばアウヘーベンっていうんですかね。まとめていくかっていうことが、やっぱり、対話ですね。まあ、それがまあ、そこらですから、ずっと続いてるイタリアなんだな、っていうふうに僕は思います。だ日本ではなんとなしに分かった気になってるんですよ。こう、人と人との関わりがね。でも、蓋を開けてみると、やっぱり違って、あの人と考え方違うわっていうこともあり得る、大いにあり得ますよ。まあ、イタリア人のね、友人もいましたよ。なかなかね、僕のこう、イタリア語では会話ができないんですけどね。まあ、一緒に美術館に見に行きますでしょ。そしたら楽、これはどう思うかって聞くわけですよ。どう思うかって言われても、そう簡単に言葉で僕は答えられないんですよね。そういうところのこう、突き刺さってくる。自分の痛みみたいなもの。でも、僕自身の意志がないわけではないんです。個性がないわけじゃない。僕という意志はあって、個性もあるんだけど、それを言葉で表現することに自分のためらいを感じる。そこにね、イタリアの方と僕との間のね、開きがありましたね。まあ、開きはあって当然なんですよ。みんな同じだったらおかしいですからね。そしてまた人はその開きがあることによって学んでいく。気づいていく。そういうことだと思うんですけどもね。映画を見に行ってもどうです?そうでしたよ。映画を一緒に見に行きます。逆どう思った?これって聞くんですよね。という、そんな簡単に、僕は説明できないんですよね。で、これはこうだったからこうだった。彼はまあ、一生懸命説明してくれるので、半分以上わかんない。そういう言葉の国っていうことでもあったな、イタリアのその印象は。で、それからね、僕はね、ずっとね、言葉との関わり合いっていうものをとても大切に考えてきました。あるいはそれと格闘してきたっていうことも言えるかもしれない。結局僕はイタリアで、自分の中のイタリア文化を直接肌で感じて、ヒリヒリするぐらい肌で感じて、時にはまあ自分のアパートから外に出たくないなっていう引きこもりになるぐらいに感じながら、そうね。やっぱりこう自分の中の日本的な部分っていうものに少しずつ2年間をかけてですね、少しずつ気づいていくんですね。ああ、やっぱり自分は日本人なんだ。やっぱイタリアの人とは、やっぱちょっと違うんだわっ
まあ、それぞれがみんなそう思いますよね。イタリアの方がですね、日本に来たらですね、あ、日本の文化素晴らしいし、日本人親切だし、とか言って、喜んでいただく方も多いけれども、あ、やっぱり日本、どっかで日本人とは違うよね、私たちってこう思ってるはずなんです。そういう自分自身のアイデンティティっていうんですかね。そういうものに気づかせてくれる。で、そこで肌と僕は気がついたんですね。その割にはね、僕は小さ、まあ狭いですね、日本という国の、しかも狭い私のファミリアですね、家族、伝統、そういったトラディショナルな世界に、ばっかり目をして、で、それに小さなそういう世界に抵抗してきた。そして日本文化を何にも勉強しなかったっていう、大きな反省がそこで生まれましたね。うん、で、そう、日本に帰、その後、日本に帰国してからは、結局、まあ自分の焼き物の、自分のファミリーの、仕事を引き受けながら、自分自身のありようっていうものを、探り始めたわけです。うん、まあ、おそらく、何かを学びました。私はどこどこで、海外でこういうことを学んできましたっていうのはね、まあ大したことはないのよね、本当は。本当のその学んだことっていうのは、やっぱり文明ですね。違った文明にそのまま打たれ続けるってことですよ。自分自身が。それでぺしゃんこになりそうに思う。で、その時に自分自身が分かってくる。そして西洋と東洋の違いも分かってくる。そこがね、とても重要なことでした。そうね、その中でですね、面白いことが一つあるんですよ。僕はその中でですね、ローマにあるですね、チェントロ・ウラ・センケ、ローマっていうインスティトゥートがあるんですね。それは、日本のですね、ウラ・センケっていうその、茶の湯の流儀の、ブランチなんですね、出張所なんです。で、そこに主催している野尻美智子さんっていう、僕よりも12、3歳年上ですけれども、彼女はね、同じ東京芸術大学、ユニベルシタ・ベルアルティ東京の、絵画、まあ絵の方ですね。絵画を出て、ヨーロッパに渡って、結局、彼女は絵画を描くことを捨てて、日本文化、いわゆるその茶の湯をですね、ローマでですね、広めているんですね。まあ、伝道師みたいなもんですね。僕はそこをね、ちょっと訪ねてみたんです。でもね、そこがね、また一つの僕のショックでした。茶の湯の、日本の茶の湯っていうのはね、どうしてもね、形式的になりやすい。まあ、こうしなさい。それは右手で取ってはいけないのよ。これはどうしな、足の歩き方はこうしなさいよ。ああしなさいよ。もう細かいこといっぱい言って、そればっかりこう、繰り返したり、あまり、本当のこう、深い茶の湯の精神っていうのか、美意識っていうのか、そういったものがあまりこう大切にされてない。逆にね、日本の茶の湯というのは逆にそういう部分があると思うんですよ。で、僕はやっぱりそういうのにすごい抵抗を感じました。でもね、イタリアに行くとね、本当に目から鱗だったんですね。自分のこう今まで考えたことがまだガラ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 っと崩れた。で、イタリアの方の、あ、そのチェントローラ選挙でローマに行きますとですね、日本人はいないんですよ、ほとんど。で、野尻さんというそのマエストロがいて、そして、あとはね、まあ、インテルナショナルですね、
イタリア人もいましたし、スイス人もいましたし、ベルギー人もいましたし、もちろんイタリアの人が一番多いですけどね。で、習ってる人もね、素晴らしい人たちでしたよ。僕、その素晴らしい人たちを通じてね、イタリア人の感じている本質を捉えた目ですね。本質を捉える目の鋭さを通して、僕は逆に日本のお茶を学んだんですよね。それがまあ、目から鱗なんです。僕が馬鹿にしてたり、僕が拒否していた部分をイタリア人の人を通じて、僕は学ぶことができた。ああ、そうなんだって思いました。そのイタリア人の人たち、お茶をしている人たちはね、何もお付き合いでやってるわけではないです。それから日本文化をちょっと知ってたら、私日本文化よく知ってるのよなんていう、そういう見栄っていうのかな。そういう人に自慢するためにやってるわけではない。で、サークル活動をして楽しいわっていうためにやってるわけではない。つまりそれぞれが個なんです。個人ね、当然ですよね。個で、個の人生を抱えていて、それぞれにね、その人生の中でお茶に出会ってるんですね。それがね、素晴らしいことだと思ったんです。日本人はね、なんかお付き合いだったり、社会性だったりね、まあそういうようなことが先に優先されるんだけど、個で、個人のその世界観の中で、お茶に出会ってる。そこがね、素晴らしいところなんです。で、今でも覚えてますけどね、パードレ・ボルトザ・ラーゾさん、神父ですよ。イエス使いの神父ですね。まあ、あの、1970年から72、3年ぐらいの時代ですからね。まあ、キリスト教も、やっぱりその、イエス使いで、なんかお茶を習ってるっていうと、なんか東洋のその、なんかこう、ブッディストの宗教も、のっていう、をやってるのかっていうような、こう、目で見られることもあられるのかもしれない。わかりませんけど。まあ、今はもっともっと開かれて、東洋と西洋が、宗教的にもこう、結び合って、お互いにコミュニケーションしている、時代ですけれどもね。ちょっとまだ硬い時代だったと思いますよ。そういう時代の中で、そのもう60過ぎてたパードレがですね、日本流に正式に足を、膝を折ってですね、座って、そしてお茶を勉強しているんです。もう本当に熱心に。そして、ある時聞いたのですね。そしたらね、こんなことを言いましたよ。私たちは神と人間の関わり合い。当然です。それで同時にですね、世界はですね、物と人間と神は別だって。まあ、当然ですよね。誰も反対はしません。物は物なんだ。茶碗は茶碗なんだ。花入れは花入れなんだ。そういうふうにこう、別に分けて見ている。でも日本人はそこに、もちろん別に分けてるんだけれども、分けてるけれども、そこに人間に払う敬意と同じように、一碗の茶碗にその敬意を払っている。一碗のその茶碗に、一つの花入れに。敬意を払っている。それは私たち、まあ全員が、そうだって言ったイタリアの方は、いや、そんなことはないって反応されるかもしれないから、彼が言うには、私は、そういうふうに見てこなかったって。物は物なんだって。いうふうに見てきたって。そこに物に対して人間と同じように敬意を払わなかった、払うっていう習慣は、私にはなかった。そこに物と人間との関わり合いの深さを、読み取りたいっていうふうに言ってられた。うん、そして、一生懸命その花を入れたり、茶の湯の準備をしたり、お茶を立てることに非常に熱心でしたね。まあ、そこにもね、西洋と日本の、やっぱ根本的な違いみたいなものがあるんだなって。まあ日本人もね、今はね、そんなに物にね、敬意を払ってませんよ。日本を美化しちゃいけませんよね。お使い捨てだしね。割れたら買いがあるのよ、なんていう感じですよ。みんな。でもね、ちょ
ちょっとこう見るとね、日本人はね、全部ね、物にね、言葉としてね、をつけるんですね。だからバストンチーニってお箸ですよね。箸ですけど、全部おという字を、おという音をつける。そのおというのは、何かっていうと、やっぱり発祥は、敬語ですよ。茶碗、タッツァっていうだけじゃなくて、おをつける。お茶碗っていうふうに、お茶碗っていうおをつけるってことは敬語なんですね。で、すごくこう敬語を表す。その茶碗が存在していることに、その茶碗が長い年月、人々の手をこう得ながら、こうして大切に伝わってきたことに、やっぱり一つの敬意を表している。そういうことを、まあ、パードレは非常にこう感覚的に感じ取っておられましたね。あとね、驚いたのはね、音楽家ですよ。チェルシーだったかな、有名な方ですよ、多分。現代音楽家ですね。彼なんかはね、来てね、楽。お茶はね、現代音楽だよ。我々がやってる現代音楽なんだよって。で、お茶を立てる音とか、まず静けさがある。シレンツよ。ものすごくこう、静かな。心の落ち着く静けさがある。そしてその静けさの中に身を置いていると、お茶を立てる音、それから時々その動作で音がする。まあ、人の咳払いさえも、その音楽なんだって。で、釜の湯が、釜でこう、炭でこう、湯を沸かします、沸かしてますよね。その釜の音がね、ずーっと鳴り続けているんですよ。で、日本人はね、それをね、その釜のずーっと湯がな、湧いている音ですね。ボコ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 、沸騰してるわけじゃないですよ。沸騰のちょっと手前。そして、じーっとシューとかいう音をしている音を、日本人は何に例えてるかっていうと、松風。小風、浜の、海辺にですね、暴風林の風を防ぐために、松がダーッと林に、なってこう植えられていますよね。その松の間を風がスーッと通っていく、その音だっていうふうに、感じているんですね。そういうふうに表現している。まあ、感覚的といえば感覚的ですね、でもそれはとてもいい表現だと思いますよ。そういう音がする。そしてこれはね、楽譜のない音楽だっていうわけ。彼はね、これは楽、我々がやろうとしている楽譜のない音楽、インプロビゼーションなんだって、ジョン・ケージがね、何分でしたかね、舞台コンサートに出てきてピアノ前に座って、4分何秒だったかな、何も弾かずに帰っていった。でお客がなんかどういうことなんだって言って、疑問に思ってたら、その静けさの中にかすかな音ももちろんこう含みながら、そういう静けさの中そのものが音楽なんだって。あなたがって咳払いをしたことさえも、それは私の音楽なんだっていうふうに説明した。つまり楽譜のない偶然性の中に生まれた一つの音楽ですね。そういうもんなんだっていうふうに説明したけど、そのチェルシーはですね、ジョン・ケージがそんなこと言う前に、日本人は400年前にそれやってんだよって言いました。で、それは現代音楽をするチェルシーっていう作曲家でしたけどね、別の音楽家はこんな風にも言いましたよ。そのさっき、松林の中にこうずっと風がこう渡っていく音が、釜の湯がこう湧いていく音だっていう風に話しましたけれども、それをもとにですね、別の音楽家はね、こんな風に言いましたよ。この釜の音はね、通奏低音なんだって。バロックの中の、
まあ、例えばチェンバルがずっとこう高い音がこういうふうにこう高いこう音がこうこう踊って、奏でていく。その中にずっと下にこう通奏点を低い音でそれを受けている。そういう通奏低音なんだって言いました。つまりその、チェルシーの言うその、インプロビゼーションの一番底のところに、その通奏低音がずっと流れているっていうことでしょうかね。合わせれば、二人の音楽家の話を合わせれば。そして、その中にいろんな音がこう、混ざって偶然の時間の経過とともに偶然性を、こう、含みながら、そういうふうにね、彼は話しましたね。そしてね、最後にこういうことを言いましたよ。楽、聞いてみろ。聞いてみろ。今、タクトが下ろされるぞって言うんですよ。かっこいいですよ。イタリア人らしいでしょ。今、タクトが下ろされるぞって、こう僕に、歓喜を、まあ、促すんですね。で、うん、何のことだって、こう自分が思うと、そら今だって言ったときに何が起こったかというと、お茶のこうセレモニーの中でお茶が最後に終わったときに釜の中に水を竹の、こういう長い伝統的なこう美しいですよ、とても美しいその杓子で2杯水をすぼり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 っとこう入れるんですね。そうするとですね、ずーっとなっていた、その通奏低音になっていた釜のかすかな音、松林、海岸沿いに植えられた松林の間を抜けた風のようなその音がですね、その温度が冷めることによって、スッって、ずーっとなってるのが、スッとこう消える。そら、今だっていうのはそのことなんですよね。タクトが下ろされたっていうんです。かっかっこいいな。なんとかっこいいことを言うんだろうって思って、しかもその、他国の文化に対してですよ。なんというかっこいい捉え方をするんだろうっていうふうに、僕は思いました。そして、他の人はこういうことを言いましたね。建築家もいましたよ。建築家もいて、建築家はね、やっぱりね、茶の湯に使う道具ですね。茶碗だとか水差し。様々なこう持ち出されますね、この畳の上に。そしてそれぞれのポジションがあるんですよね。そのポジションが完璧だって、うん、まあなんていうのかな、コンポジションですよね。コンポジションの、いや、それはやっぱりイタリア人だなと思いました。デザインだよって、そういう美しさをまあデザイナーは学んでいたっていうのか、見て楽しんでいた、うん、パードレはそうに自分の心のこうあり方として茶の湯を見ていた、作曲家はこれは俺たちがやってることと自分たちがやってること同じことなんだっていうことを茶の湯の中に音楽を見ていた、音楽を聴いていた。まあね、様々なね、人の様々な人生をこう絡み取ったですね、茶の湯感がそこにこうあるんですね。で、僕はね、初めてね、ローマでですよ。イタリアで日本のお茶を勉強し始めたんです。お茶のその作法を習い始めた。しかもイタリア語で、まあ、お茶にはそれぞれその様々なこう言葉があるんですね。うん。例えば、お茶を飲むときには、次の人がここに座ってるとするしますでしょ。した先に、お先に、プレンドプリマって、やっぱり挨拶をする。自分のところに持ってきたから勝手にこう飲むんじゃなくて、先にこう、隣の方に、プレンドプリマって言って、挨拶をする。まあそういう、まあ日本文化でご挨拶の文化でもありますけどね。それがいささか形式的になっているね、うん、でもね、その形式になっていることに僕は抵抗があるんだけども、イタリア語でそれを言うとね、形式じゃなくて本当に心から言えるんですよ、プレンドプリマって。そこにね、まあ一つの違いもあったな。そして僕はイタリアでね、
イタリア人、まあ、野尻さんから、野尻、マエストロ・ミチコ、野尻からも、もちろん、ありましたけど、ミチコが忙しい時には、他の、お弟子にこう教えてる時は、エンマさんっていうイタリア人の、女性がいて、もう、チェントロが創立する時から野尻さんと一緒にお茶をやっていた、まあ、心理学なんかも非常にこう先行した、素敵な女性なんだけど、そのエンマからもな、エンマも教えてくれました。イタリア、だからイタリア人から習ったんです。僕は日本のお茶を。まあ、びっくりですよね。うん、そこがね、うん、そういうことをして過ごしながら、僕の2年間はありました。そして、映画も見ましたよ。映画もね、僕は好きなんですよね、イタリア映画ね。まあ、ミケランジェロ・アントニオーニとかね。パゾリーニとかね。デシーカとかね。まあ、大好きなんですね。もう、近くの映画館でですね、そこが映画の国ですよね、イタリアって。ある一つの映画の国です。小さな、まあまあ、チェントロじゃなくて、しかもそのフォーリですよね。外の、ところにでもね、映画館はあって、その映画館がですね、つまんない映画するわけじゃなくて、今週はデシーカばっかりやりますとかね。今回はアントニオニだけをしますとかね。だから、毎日行ってたの。毎日映画に行くと、アントニオニの、こう、映画が見られるの。で、時にですね、日本の映画をすることもあるの。で、溝口健二なんていうのはね、日本ではね、フィルムセンターに行かないとね、もう見れないんですよね。でもね、イタリアで見ましたよ。溝口健二の全部こう、映画を、雨月物語とかね、数々の名作があるんです。それから、まあ、黒沢明ね。黒沢はまあ、イタリア人の映画の好きな人たちに言わせれば、もう神様みたいに思ってくださってて、まあ、黒沢の映画もね、僕はその時にはそういう年回りじゃなかったから見逃してるんですね。見てないんですよね。で、イタリアで全部見ました。黒沢の映画も。僕はフィルムクラブ、シネクラブに2つも会員になって入っていて、様々な前衛的な映画を見ましたよ。映画はね、やっぱりその時代の主張を表してますよね。うん、まあ、涙しましたよ、うん。泣けてきますよ、本当に。僕今でもね、好きな映画はね、やっぱね、アントニオーニの映画も好きだし、パゾリーニの映画も好きだし、もう決まって泣く場所っていうのは決まってあるんですよ。ラストラーダっていう、あの、映画ありますよね。ジェルソミーナっていう女性が、ザンパノって、よく覚えてるでしょ。僕何回も見てるから、もう10回以上見てるから、ザンパノと一緒にね、大道芸人のザンパノと一緒に、非常に暴力的でさ、でもどっか孤独でさ、寂しくてさ、まさにイタリアンリアリズムですよね。で、それがですね、口減らし、貧しい家に、ファミリーに育った女性、ジェルソミーナがですね、口減らしのために、売られていく。まあそんな説明してもしょうがないですね。ああ、これがイタリア人のヒューマニティなんだって、ヒューマンなんだって、思いました。そして人生があるね。そしてね、今でも覚えてるのはね、その、ある時、そのジェルソミーガーがですね、私はね、この世の中に生まれてきたけども、何の役にも立ってないって。何の意味もないって。生きる意味もない。生きている意味もない。っていうふうに悩みを、打ち明けるんですね。それはザンパノっていうその人とのザンパノの、まあ、商売敵みたいな若い、もう少し若い、やっぱり大道芸人なんですけど、最後はザンパノに殺されるんだけど、打ち明けるときその若い、その大道芸人がですね、で、星を見上げてね、話をするんですね。そこに石があるだろう、やっぱ違ったかもしれないけど、
うん、まあ要するに石があるだろう。その石一つもその意味がないことはないんだって、うん、それぞれに全てこう存在しているものは意味を持ってる、ちゃんとそこにあるべきその意味を持ってるんだって。だからあなたもちゃんとした生きてる意味を持ってるって、まあ、説明するんですね。で、空を見て、まあ、星が満天に輝いてるっていうシーンだったというような気がするんだけど本当に涙出ますね、うん。まあ、そういうイタリアのヒューマニズムっていうのかな、うん、それから現代社会への鋭いなんていうのかな、風刺っていうのかな、うん、そういう目線もその映画の中、パゾリーニの映画の中にもあるし、まあ素晴らしいなーって思いました、うん。まああとそうね、いろんなところに訪れましたよ。散った。僕の好きなのはね、一番訪れたのはね、まあフィレンツェも何度も行きましたけどね、ベネツィアでしたね。ベネツィアでした。ベネツィアはね、とても好きな街です、うん。もう何度も行ったな。そしておまけにベネツィアのですね、ムゼオ・パラツォ・フォルティーニ、フォルトゥーニかな、フォルトゥーニっていう、ムゼオがあるんですね。そのムゼオで、ビエンナーレごとに、展覧会が、特別展が打たれていて、その特別展に作品を出品するようにって招待を受けてたので、8年間ぐらいまずそのために、行ってますかね。フォルトゥーニっていう美術館はね、あんまり観光客を訪れない美術館なんだけどもね、いい美術館ですよ。本当に美しい。なんていうのかな。壁がですね、修復し、何度も古い、建物だから何度も修復してるんだけど、ところどころその修復がこう壊れていたりして、その壊れた後ろに前の修復があって、その修復のまた壊れた後ろにまた前の修復があって、そしてまた前の修復があって、オリジナルの壁がもう見えてるっていう、何層にもある歴史の重なりがね、そこにこう、そのままに置いてるんですね。そのね、見識っていうのはね、素晴らしいなって思った。うん、全部こう綺麗に塗り込めて、新しくしちゃったらつまんないでしょ。そこにね、時間を感じさせるんでね。もう静かなこう流れていく時間ですよ。そういう美術館で、まあ、展覧会を、に参加ができたっていうのは、とても嬉しいことでした。ビエンナーレにも、だから何度も通いましたしね。いつもカナレージョっていうところに泊まるんですね。サンマルコも僕は嫌いではないんですよ。あの、喧騒を。もうワイワイ、雑々、ガヤガヤ。まあ、夏の時期の、あれ、冬もよく知ってますよ。水浸しの時も。行きましたし。まあ、そこにもね、人生があるんだな。そういう人生があるところっていうのはね、イタリアにしかないような気がする。まあ、スペインにあるかもしれないな。でも、やっぱりイタリアだよね。人生を抱え、人の人生を受け取っている街なんです。わかります？まあ、フィレンツェもそうかもしれないね、うん。そういう街が方々にありますよ。で、僕はウンブリアも好きです。とても。ペルージアにもちょっと、語学、またピーグロだったから、あまり熱心に勉強してなかったけど。ペルージアも美しい街ですよ。スポレートも、アッシシも、うん、デルータにも行きましたね。ウンブリア、トスカーナ、あの辺の街はとても美しいね。うん、城壁の上にこう小さな、ま、家が重なって。まあ、そういう思い出がたくさんありますね。うん、まあ、イタリアはね、結局僕にとってとっても重要な国になったわけです。なぜなら僕は決心できなかったわけですよ。この家を継ぐ決心を。自分のファミリーの仕事を継承する決心がどうしてもつかなかった。だから、スカッパレした。逃げていった。
で、イタリアに行った。でもそのイタリアがですね、もう一度自分に日本人であること。で、西洋という世界がここにあること。そのどっちにももちろん私は関わってるわけだけど、その関わり方っていうものをもう一度自分に目覚めさせてくれたわけ。そして、ああ、僕は彫刻をやってきたけども、やっぱり、そして僕は自己懐疑に陥って、なぜ彫刻をしてるんだろう、なぜ人体を作るんだろう、っていうふうに悩み続けて何も手につかない、やっぱり非常に苦しい時代でしたよ。でも僕はそこの苦しさに妥協はしなかった。その苦しさの中にいたんですけども、その中で、もしかしたら、茶碗を作ることは、僕が表現という世界にとどまる唯一の方法かもしれないと思ったわけ。茶碗ね。タッツァディテイですよ。つまりそれはね、彫刻という純粋美術じゃなくて、茶碗というのは用を持ってるんですね。用いる。人がそれでお茶を立てて飲むという。まあ、それをね、ものだ、ものはものだっていう、こう、考え方だけの中に執着して、していると、ただそれはその容器なんじゃないの？使い方なんじゃないの？っていう話になるんだけども、そうではなくて、使われるっていうことはとても、一つのね、優しさだと思うんです。人間存在に関わる優しさ。で、僕の、例えばこういうふうに想像したんですね。今でもそれは想像しますけど。自分の作ったものがですね、世の中に出ていきますよね。やれ、なんとかかんとかで褒められたりね。どっかで賞を取ったりね。そんなことはどうでもいいんだね、もう。でも、僕の作ったものがですね、全く知らない人、きっといますよね、世界には。全くその一人の知らない人がですね、僕の茶碗を手にしてですね、お茶を飲んでね、ああ、温かい茶碗だなぁとか、この激しい、まあ、表現っていうのかな、僕の茶碗もすごく激しい表現するんですけどね、とても非伝統的なんです。とてもアバンギャルドなので、もうお叱りを、不評をいっぱい買ってきたんですけどね。その、名も知らない人が手に取って、あったかいね、あ優しいね、あこの激しくこう、茶碗に刻んだ気持ちっていうのは、私わかるわっていうふうに言われればね、そういう人が一人でもいたらね、僕はそれで十分だっていうふうに思うんです。そこがね、用を持つことの優しさのような気がするんです。で、僕の彫刻を作ってですよ、その前に置いてですね、さあ見てください。私はこういうところのこういうふうに思って、こういうようなコンセプトにおいてこの作品を作ったんですって、説明することにね、なんかすごい傲慢さを感じるんですね。今でも感じますよ。当時はもっと感じてた。でも、タッツァなら、そこから抜け出せるって。優しさに、その、用を用いることを優しさに転換できるっていうふうに、僕はその時思った。ああ、そうだ、茶碗を作ろう。いや、2年頃ですね、ローマの2年過ぎた頃ですかね。そう思いました。で、そう思った途端にね、僕はもう即、割と決断早い人ですから。決断したらね、躊躇しない。躊躇しちゃダメですよ。決断はね、パキッとしてすぐに決断して、すぐに行動に移すべきですね。それで、直ちにね、日本に帰ってきました。そして、自分の家に戻って、そして父にそんな話をして、茶碗を作り始めた。それが僕の、茶碗作りの始まりになるんですね。そしてその今があるんです。どんな茶碗を作ったかちょっとだけ見てもらいましょうかね。そうすると僕の話がよくお分かりになるかもしれない。
イタリアデザインを、デザイン事務所に行って学んだわけでもないし、美術館のイタリアンデザインなんたらかんたらっていう展覧会行ってそれを学んだわけでもないし、でもまあ自然に入ってきてるものがあるでしょうね。やっぱりこういう赤と黒のコントラストとか、そういったものはパキッと分かれてますよね。これやっぱりそのローマの街の光と影というのが、そのパキッと分かれている光と影のコントラストみたいなものが、ひょっとしたら、ひょっとしたらですよ、自分が自分の手元に手繰り寄せて学んだんではなくて、ひょっとしたら自分の感性の中に自然にこう同化してきていったということは言えるかもしれないけど、でもよく言われましたよ。ああやっぱりイタリアにいられたからですよねって。だからこの茶碗を作ったのは一般の人から見るとイタリアの影響によるっていうふうに解釈されてます。イタリアのファエンザの、博物館、ファエンザ市ですね。そして博物館ですね。インターナショナルセラミカディ、ファエンザかな、そこでですね、展覧会をしてほしいっていうふうに、言われたんですね。で、97年にそれが実現しました。まあ、とても大規模な展覧会で、僕の作品が70点ぐらいかな。それから、長次郎、初代の長次郎から、現代までの、各ジェネレーションの作品が、その後、また70点ぐらい。だから140点ぐらいの大規模な展覧会でした。まあ、とても、ハエンザ氏が力を入れてくれましたね。街中楽、もう楽楽楽楽。まあ、ちょっと恥ずかしかったですよ。それで、ちょっとその時の写真を写してみましょうか。うん、これどこだったか忘れたな。まあ、ファエンザの街並みですね。ファエンザもまあ、うん、落ち着いた街ですよ。うん、おじさんたちがね、おじいちゃんたちがして座ってペチャペチャ喋ってる。まあ言葉の国でしょ。本当にこうペチャペチャ、もう一日中喋ってる。あそこにもポスターがほら楽って貼ってあるでしょ。うん、次行ってみましょうかね。これは展示室ですね。この展示室もね、まあ随分凝った照明をしてくれましたね。その当時の、マリオさんと、それでクラウディオさん。建築家ですね。その人たちが一生懸命やってくれました。いい、展示だったと思います。次行きましょうか。あ、これはね、あ、オープニングですね。オープニングでね、ずらーっと、僕はどこにいる？後ろの方にいますね。ど真ん中の柱のところの後ろに毛の長い、髪の毛の長い青年がいますでしょ。うん、あれが僕ですね。がずらっとこう、市長さんから、ファエンザ市の文化担当官から、美術館の理事長から、館長から、そしてイタリア国の国の、文化庁長官がずらっとこう、今文化庁長官がお話になってるのかな？あ、今市長ですね。市長さんが、スピーチしている。まあ本当に大規模で、まあ光栄なことでした。それから次行ってみましょうかね。うん、これをあれだ、テープカットですね。それで市長さんで、そしてなぜか市長さんが僕の手を握って離さないんですよ。そう、そうですね、イタリアの文化庁長官が一番、こう、右ですね。セルジオ・カッターニさんですね。それから、ファエンザの、館長ですね。ディレクトレディ、あ、館長じゃない、理事長ですね。マリア・ダリさんですね。そして、その後の赤い、お洋服、着てるのが、ファエンザの文化担当官で、マリア・コンテッタ・コッサですね。それから、一番左の方が、日本の、領事ですね。宮田さん。次行ってみましょう。懐かしいね。これはコンフェランスですね。なんかこう、質問を受けたりしながら喋ってる。うん。次行ってみましょうか。これはね、そう。
エンリコ・ディ・ジョバンニ市長がですね、お茶を飲んでる僕の茶碗で、で一番手前に着物を着た女性の後ろ姿がちょっとこう角のところに見えますね。これがマエストラ、ミチコ・ノジリ、ティーセレモニアの先生ですね。まあたくさんのことを彼女は僕に教えました。そしてなんか初めてだったと思います。ジョバンニさんはね。で僕の茶碗でどこから飲むのか分かんなくても、こう右往左往しながらこうお茶を飲んで、くださいました。あ、これこれこれ。僕の茶碗ですよね。飲みにくかっただろうな。こういう思い出がありますね。うん、これで終わりかな。うん、だからまあイタリアはね、まあ、とても恩のある国ですよ、自分にとっては。こうして自分がこういう場に立っていられる、そして自分の人生をやっぱりこう歩んできて、自分の意思でもってですよ、自分の意思でもって、この伝統という文化の中にいながらですね、決して伝統の文化をそのまま踏襲する、踏襲することではなくて伝統を踏まえてさらに新しい創造をそこから生み出していく、そういう歩み方をですね、僕にさせてくれたのはですね、まず気づかせてくれたのはですね、イタリアなんだと思いますよ。イタリアにいたからこそ僕にそういう、なんていうかな、基本的な人間の在り方として、あるいはまあアーティストとしてですね、基本的な在り方を、教えてくれた、まあそれがイタリアのような気がしますね、うん、これね、特別に今日これをお見せしたらね、自分の祖先が何をしてたかっていうのが一目にわかるかなと思うんです。これ初代長次郎の、楽美術館にある初代長次郎の、お茶碗、400年以上ですね。これ箱に入ってるでしょ。それでこんな外の箱、それから中の箱、外の箱にもね、なんか歴史的なことがこう書いてあるんですね。で、中の箱にも書いてあります。なに書いてある。そして最後に箱、何十人、これがもっとたくさんの箱に入ってる時もありますよ。僕の茶碗とはもう全く違うんだけども、僕の茶碗のあの、なんていうか現代的なものの根底に、つまり僕の根底にあるのは、この茶碗なんです、ね。こういう、この長次郎の茶碗なんです。何も、特にこう、ないんですよね。何も、その、取り立てていうデザインがあるわけでもない。非デザインですよね、この世界はもうすでに。デザインを超えているという世界ですね。美も超えてるかもしれないですよ。美しさということも超えてるかもしれない。黒にもね、美しさありますよ。もっと高質でね、キラキラ輝く、こう、宝石のような美しさがあります。そういうものもありますよ。日本で国宝になってたりする、曜変天目の会、まさにそうですよね。そういうキラキラした美、美しさではないんですね。なんかこう、こう、なんとも言葉に捉えることができない世界。でもそこに存在している存在感っていうのかな。深い存在感ですね。最終的な存在感っていうのはこういうものじゃないかなと思えるほどの、存在感がある。まあ、ちょっと回してみましょうか。本当に何もないですよ。まあ、僕の手こんな大きさですから、小さいっていうのがわかるでしょ。もう、本当に。まあ、これをね、日本文化のその、思想的な部分っていうのかな。日本人のこう感性、あるいは考え方の根底にある仏教的な哲学から言えば、まあ、禅ですね。無だって言ってしまえばね、
あ、これが無なのよなんて言って、分かったような気になるかもしれないけども、あるいはミステリオーゾに思われるかもしれないけど、そんなことじゃないんですよね。やっぱりこれはやっぱ実際にこう肌で感じる中、何もないんですよ。何もない。恐ろしいほどにも何もないんですね。宇宙みたいでしょ。どうです？わかる？僕ね、楽茶碗のこの長寿の茶碗の、ね、手のひらの中の宇宙って、手でこう、両手で抱えるでしょ？その中にこう広がったね、宇宙だって。まあ僕が言ったわけじゃないけどね。まあその、そういう感覚もわかりますね。究極の存在であり、同時に無限ですね。極まりがない世界観っていうのかな。ここにはイエスもノーも入っちゃってるんですね。全部。で、言葉が全部吸い取られている。僕の茶碗には言葉があるでしょ。でもね、ここには言葉を全部こう、吸い取ってしまう。そういう世界があるんです。これが楽茶碗の始まりなんです。非常に哲学的です。論理、言葉による論理的な哲学っていうよりも、やっぱり哲学なんですよ、これも。で、これがまあ、楽茶碗の始まりですね。で、僕はこれを心に置きながら自分自身をこの21世紀に生かしているっていうか生きている。あ、もがいているっていうことも別な言葉で言えば言えるかもしれない。もがいている。そしてそれを言うもがいた結果が僕の茶碗と中に表現として、結果として現れている。まあそういうことでしょうかね。面白いでしょう。茶碗の中にも思想があるんですよ、哲学があるんです。で、多分その、先ほど言ったパードレ・ボルトラーゾさんっていうのは単なるその習慣としての尊敬、物に対する尊敬、という意味ではなくて、こういう深さを感じ取って、その深さに対してとても、深い敬意を彼は表しているというそういうことなんでしょうね。長々と、お話をしましたけれども、じゃあこの辺で、終わりましょうか。このコロナもきっといつか近いうちに収まると思いますよ。でもね、やっぱりコロナはね、単なる病気のウイルスのその、なんていうのかな。災難。人類に及ぼした災難。というふうに捉えちゃまずいなと思いますね。やっぱり人類の歩みに対してね、やっぱり一つの警告を鳴らしていることでもありますよ。まあ、こんなにね、群れ集まってね、こんなに欲望を満載にしてね、やっぱり人類はどこか踏みとどまらなきゃいけない地点を見失ってしまってるね。僕はそういうふうに思います。でもまあ、イタリアに行って、また時間を過ごしたいなっていうふうに、切に切に、思います。どうもありがとうございました。